タイコンデロガの攻略はアメリカ独立戦争中の1775年5月10日にイギリス支配下にあったタイコンデロガ砦を植民地軍が奪った軍事行動である。他にもタイコンデロガ同様に要所にあったクラウンポイントやサンジャンといった砦が植民地軍の占領下に入った。この砦はその後カナダ侵攻の拠点となり、またこの砦にあった兵器は ボストンの最前線へと送られた。1775年、タイコンデロガ取りでは、フレンチ・インディアン戦争の時ほどには、戦略上重要な拠点とはみなされていなかった。フレンチ・インディアン戦争の時は、1758年、大人数のイギリス軍を相手に、ここを守ったカリオンの戦い。翌1759年に、イギリスがここを占領したタイコンデロガの戦いの舞台となった。 しかし、1763年のパリ条約の後、フランスは北アメリカの領土をイギリスに割譲し、イギリスは戦略上の要である、この取りをめぐって、フランスとぶつかり合う必要もなくなっていた。フランス軍は1759年の戦いで、撤退の際に火薬庫を爆発させたため、その時以来、要塞は荒れるがままになっていた。百七十五年、 イギリスはここに第26不評連隊から小規模の中東隊を派遣した。その内訳は2人の士官と46人の兵士で、兵士の大部分は免疫された傷病兵だった。25人の女性と子供もそこで暮らしていた。かつての存在価値の大きさから、この取りは大陸の入り口、アメリカのジブラルタルと評価されていたが、1775年当時では、 歴史家のクリストファー・ウォードによれば、砦というよりは、過疎地の村であった。アメリカ独立戦争が本格的に始まる前から、アメリカのパトリオットは、タイコンデルが鳥に関心を寄せていた。この砦はいくつか重要な点があった。砦の内側には、大砲や、榴弾砲、そして球砲といった、アメリカに不足している軍備がそのまま残されていた。また、シャンプランコの湖岸に面した。 この砦は13植民地反乱軍とイギリス支配のカナダ軍が対決する上で大きな意味を持つ場所にあった。ここに駐屯しているイギリス軍はボストンの植民地軍に対し背後から攻撃を加え危険にさらすつもりだった。4月19日、歴ントンコンコードの戦いが勃発し、イギリスの将軍のトマスゲージはこの砦の強化が必要であること、そして 植民地の人物の中に占領を計画している者がいることに気づいた。歴史ン,ンとコンコードに続いて、イギリスに包囲されたボストンから、ゲイジは、ケベック植民地総督のガイ・カールトンにこう、書き送っている。タイコンデロガとクラウンポイントの砦を使用可能にし、一層、強化すること。カールトンがこの手紙を受け取ったのは5月19日で。 タイコンデロガが占領されてからかなり至ってのことだった。ベネディクト・アーノルドは頻繁にタイコンデロガ砦の周辺に出向いており、その状況や中屯部隊や軍備についてはよく知っていた。ボストンへの帰路、アーノルドは4月19日に戦闘が始まったと聞き、サイラス議員の民兵にこの砦や状況について話した。コネチカットの通信委員会は、 この情報に基づいて行動した。植民地の金庫から軍資金が借り出され、新兵徴収の担当者がコネチカットの北西部やマサチューセッツ西部、そしてニューハンプシャー特権地に砦の攻撃の志願兵を育成するために送られた。ジョン・ブラウンはマサチューセッツのピッツフィールド出身のスパイで、ボストンの前線とモントリオールのパトリオッツの支持者との間を行き来しており、 砦とその戦略的な価値についてよく知っていた。イーサン・アレンと他の愛国者たちはニューハンプシャー特権地にいた。彼らもまた特権地がニューヨークとニューハンプシャーとの間で所有権をめぐって揉めている現状に砦が何らかの役割を果たすのではないかと気づいていた。コネチカットでの召集に先んじて砦を占領するか、それとも所有権での紛争を煽るか。 はっきりとはしなかった。ブラウンは3月に行われたマサチューセッツの安全委員会に自らの意見としてイギリス軍に敵外心を抱かせることになっても大根デロガはできるだけ早く奪い取っておくべきであると主張した。アーノルドはボストンの包囲の外につきマサチューセッツ安全委員会に守りが手薄な大根デロガに大砲や軍備があることを伝えた。5月3日 委員会はアーノルドを大佐に任官し、秘密命令を遂行する権限を与えた。それは、砦の占領だった。アーノルドは、100ドルと火薬を、少し、弾薬、そして、馬を支給され、最高400人の兵の召集と、砦への進軍、ヒロは、使用可能と思える船で、マサチューセッツへ戻るように命令を受けた。タイコンデロが鳥アーノルドは、命令を受けるとすぐに、 そこを立った。二人の隊員が同行していた、イリーザー・オズワルドとジョナサン・ブラウンで兵を徴収する役目だった。5月6日、アーノルドはマサチューセッツと特権地の境界に着いた。そこでは、コネチカットの委員会が徴兵に奔走しており、イーサン・アレンとグリーン・マウンテン・ボーイズがすでに北に向かったのを知った。アーノルドは猛烈に期待と馬を走らせ、 翌日バーモントのベニントンでアレンの遠征隊に追いついた。そこでアーノルドは、アレンはそこから50マイルほど北に行った、キャッスルトンで支援物資と他の兵を待っていると聞かされた。アーノルドはこういう忠告も受けた、アレンの隊は公式な認可を受けていないが、彼の兵は他の指揮官の下では従軍しないだろう。翌日早くにアーノルドは出発し、時間通りにキャッスルトンについて、 作戦会議に参加した。そこで彼はマサチューセッツの委員会から公認されたやり方に基づいてトリネへ遠征すると述べた。アレンがキャッスルトンで合流した軍は100人のグリーンマウンテンボーイズがいて、うち40人ほどがジェームズ・イーストンとジョン・ブラウンにピッツ・フィールドで育成されていた。他にコネチカットからの兵士が20人いた。アレンは大佐に選ばれ、 イーストンとセスワーラーがタイだった。アーノルドが着いた時、サミュエル・ヘリックがすでにスケネスボロに活かされていて、アサダフラスもパントンに船の確保のために文献隊を連れて出向いていた。タイのノのアフェルプスは、タイコンデローマ及びクラウンポイントへ、遠征軍を派遣する作戦委員会の一員であり、カミソリを探す行商人のように実態がよく知られていない砦を偵察した。 フェルプスは荒れ果てた砦の壁を眺めた。また、中屯隊長から兵士の武器の火薬が湿っており、常に補給を待っている状態であることも聞かされた。フェルプスはこの機密情報をアレンに知らせ、夜明けに奇襲する計画を立てていることも付け足した。グリーンマウンテンボーイズの多くはアーノルドの指揮の下で任務に就くのには反対した。アレン以外の指揮官の下で従軍するなら、 家に帰った方がマシだと言い張った。アーノルドとアレンは結局合意したが、現在、この取引を裏付ける資料は残されていない。アーノルドによれば、この遠征隊の共同指揮権を与えられたということである。何人かの歴史家は、アーノルドのこの説を支持し、他は、単にアレンの後について進軍する権利を得ただけだと言っている。 グリーンマウンテンボーイズの旗5月9日の午後11時30分までに一行はハンズ公部に集まった。タイコンデロガへ向けて湖を渡る準備は整っていたが午前1時30分まで船が来なかった。しかも全員を一度に運ぶには船の数が足りなかった。グリーンマウンテンボーイズのうち83人がアーノルド、アレンと共に最初に湖を渡った。後の兵のために ダグラスが一度戻ることになった。夜明けが近づくにつれ、アレンとアーノルドは、不意打ちの好奇を失うのが怖くなり、今そこにいる人数で攻撃を仕掛けることに決めた。難問に唯一一いた保証は、マスケット銃を撃ったもの,の不発に終わり、持ち場から逃走した。アレン軍とアーノルドが取り出に乱入した。一行は、就寝中の数少ない兵に銃を突きつけて起こし、彼らの武器を没収した。 アレン、アーノルド、その多数名は階段を上がって、主官の部屋に突撃した。大尉のウィリアム・デラプレスの補佐役を務める、中尉のジョスリン・フェルサムが物音で目を覚まし、デラプレスを呼び起こした。時間稼ぎをしている間、フェルサムが、いかなる当局関係者が取り出を訪れたのか、それを知りたがった。後になって、アレンは、自分は、デラプレスにこう告げたと言った。 大いなるエホバの神と大陸会議の名において、やっと部屋から現れたデラプレスは清掃しており、剣をアレンに引き渡した。この攻撃での死者はなかった。アメリカ軍の一人が保証の銃で負傷しただけだった。結局、400人もの兵が取り出についた頃には、アレンの軍が取り出の酒やら食料やらを略奪しまくっていた。アーノルドはグリーンマウンテンボーイズから、 指揮官としての権限を認められておらず、略奪行為をやめさせることはできなかった。かなり怒っていたアーノルドは、主官の部屋に退き、自分が徴収した兵が来るのを待ちながら、マサチューセッツの植民地議会に、アレンと兵士たちとが、砦を気まぐれと出来心で支配していると報告し、砦を奪い取る計画や、イギリスに包囲されているボストンに兵器を送ることなども知らせた。 デラプレスが自分の酒を略奪されることに抵抗したため、アレンはその酒の領収書を発行し、後でコネチカットにそれを提出して支払いをするようにした。アーノルドとアレン、そしてアーノルドの言うことを聞かない兵士たちとの確執は悪化し、アレンの兵がアーノルドに武器を突きつけてもおかしくない状況となっていた。5月12日、アレンは コネチカット総督のジョナサントランブルに捕虜を送った。こういう手紙が付けられていた。ジョージ三世国王の軍の少佐、大尉、そして二人の中尉と正規兵とをお送りいたします。アーノルドの方は、それからの数日間、タイコンデルがトリデとクラウンポイントの軍備の一覧を作るので忙しかった。壁が一部の軍備の上に崩れ落ちたため、この仕事は難航した。 シャンプランコの北にサンジャントリデ、南にクラウンポイントとタイコンデロガの両トリデがある。セスワーナーは文献隊を船に乗せてタイコンデロガの近くのクラウンポイントトリデに向かった。ここの中東兵は9人しかいなかった。多くの文献がこの攻略は5月10日に行われたと記載している。これはアーノルドがマサチューセッツ安全委員会に5月11日に送った手紙によるもので、 この攻略のため船を出したが逆風に悩まされたと書いている。ところがワーナーのクラウンポイント本部からの5月12日付の手紙では前日の11日に砦を占領したとある。ワーナーの記憶では10日に一度失敗し翌日に成功したということなのだろう。別の少数部隊がジョージ湖のジョージ砦に送られた。ここの中屯兵はたった二人だった。 アーノルドの士官たちが徴収した兵が到着し始めた。フィリップスキンのスクーナー、キャスリーンとスケネスボローの何隻かの平底船を強奪した少し、後のことだった。アーノルドはスクーナーにアセス・リバティ1 7 7 5にという新しい名前をつけた。捕虜たちがシャンプレンコの一隻きりのイギリスの軍艦が湖の北にあるリシュリュー川のサンジャントリデにいた艦だと話していた。 アーノルドはタイコンデロガの攻略の知らせがサンジャンに届いたのかどうかはわからなかったが、この船に奇襲をかけて奪おうとした。リバティに大砲をつけ、50人の兵と共に5月14日に出航した。アレンはアーノルドを鳥で攻略の英雄にしたくないため、平底船でアーノルドの船を追いかけた。しかし、湖を航行する点ではアーノルドの小艦隊の方が有利で、 アレンの兵が乗った船を引き離した。5月17日までにアーノルド隊は湖の北岸に着いた。情報を得るためにサンジャントリダに兵を一人偵察に送り込んだ。兵はその日の遅くに戻ってきて、イギリス軍はタイコンデロガとクラウンポイントが陥落したことを知っており、部隊はどうやらサンジャンに向けて動き出していると報告した。アーノルドは早急に行動を起こすことにした。 一晩中船を漕いだ後、アーノルドと兵士のうち35人は、砦の近くで船を止めた。短時間で砦の様子を見終わった後、砦の中屯兵を脅かし、そこにあった物資と70トンのスループであるイギリスの軍艦ロイヤルジョージを奪った。中屯兵から中隊の一部がシャンブリーからの帰路についていると警告され、 一行はより価値のある武士と大砲とをジョージに積み込んだ。このジョージはエンタープライズをアーノルドが解明したものだった。持っていけない船は沈め、より規模が増したアーノルド艦隊がシャンプランコへ戻っていった。アーノルドたちのこの行為はイギリスの大役軍人で、砦の近くに住んでいるモーゼス・ヘイズンに監視されており、ヘイズンは5月20日に馬を走らせてモントリオールに行き、 地元の軍の指揮官にこのことを告げ、さらにケベックにも行って、やはり20日に、カールトン総督にこのことを報告した。この報告に答え、チャールズ・プレストン少佐と140人の兵が、直ちにモントリオールからサンジャンに派遣された。湖に出て15マイル行ったところで、アーノルドの艦隊はアレンたちに出くわした。彼らはまだ北を目指していた。宿法を交わした後、 アーノルドは食料を開封して、アレンの兵たちに食事をさせた。無パン船を飲まず食わずで100マイル漕いできたのだった。アレンは自分たちがサンジャントリデを攻略できると信じて、機体と船を進め続けた。アーノルドは南を目指していた。アレンがトリデに着いたのは5月19日で、その日、支持者のモントリオールの商人から、イギリス軍が近づいているから気をつけろと、 収国されていた。その商人は馬でイギリス軍を追い抜いてきたのであった。アレンはモントリオール市民が手の頼りをその商人にことづけ、21日にタイコンデロガに戻るべく、サンジャンを離れたところへイギリスの艦隊が到着した。イギリス軍から必死で逃れたが、3人が遅れ、1人は捕虜となった。しかし他の2人は陸路で南を目指した。 イーサン・アレンと兵たちは結局タイコンデロガから離脱した。酒が切れかけたことがあったのに加え、アーノルドがクラウンポイントを拠点にこの付近を取り仕切っていたからだ。アーノルドは2隻の大型船に設備を取り付ける作業を監督していて、結局エンタープライズの方は自分で指揮を取った。こういうことに詳しい船乗りがいなかったからだ。彼の兵たちは タイコンデロガの兵舎を再建しており、また、二つの砦の残骸から兵器を抜き取って、砲画を取り付けていた。クラウンポイントの兵舎トコネチカットは、タイコンデロガ攻略のため、ベンジャミン貧ン,ン大佐のもと、千人の兵を送り出していた。そして、ニューヨークは、北からイギリスの攻撃の可能性があるため、やはり民兵を育成して、クラウンポイントとタイコンデロガを守らせようとしていた。 ヒンマンの部隊が6月に到着した時、またしても主導権をめぐって一問弱起きた。アーノルドがヒンマンの下で任務に就くにもかかわらず、マサチューセッツの委員会からは、アーノルドへの連絡は何もなかった。ヒンマンは、クラウンポイントの指揮もする予定だと断言したが、アーノルドはそれを受け入れなかった。ヒンマンへの訓令には、タイコンデロカの指揮官としか記されていなかったからだ。ついに、 マサチューセッツ委員会が代表団を派遣した。6月22日に彼らが着いた時、アーノルドはヒンマンの下で任務に着くべきと明言した。アーノルドは2日間考えた後、自分の軍を解散し、任務を退いて帰路に着いた。砦の攻略のために、アーノルドは1000ドル以上もの未然をはたいていた。大陸会議は一連の砦の攻略を知って、二つ目の カナダ住民への手紙を寄贈した。これは6月中に、もう一人の同情的なモントリオール商人である、ジェームズ・プライスに宛てられた。この手紙とはまた別に、弁の立つ、アメリカ支持者の活動と結びついたニューヨーク議会からの、手紙が、1775年夏に、ケベックの住民を先導した。タイコンデロガの陥落の知らせがイギリスに届いたとき、ダートマス教、ジョージ・レゲは、 非常に不運である。全くもって、非常に不運であると書き記している。ケベック総督外カールトン大コンデロガとクラウンポイントの攻略、特にサンジャントリデの奇襲は、ケベックの住民を驚かせた。モントリオール中東部隊の隊長、ダドリー・テンプラー大佐は、5月19日、防御のため民兵に召集をかけ、近辺に住む先住民に武装するよう依頼した。 わずか50人のフランス系の地主と小貴族がモントリオール、またはその周辺で民兵として育成され、サンジャンに派遣された。先住民は来なかった。テンプラーはまた、アメリカ独立運動に同情的な商人が、物資を南に送るのを阻止した。カールトン総督は、退役軍人の派遣から5月20日のアーノルドの行動を知らされ、すぐさま、 モントリオールとトロワリビエールの中東部隊にサンジャンを守るように命令し、ケベックの南部隊かもサンジャンに回された。他のケベックの中東部隊はセントローレンス川に沿って様々な地点に分けて派遣されており、西はオスエガジエまで中東していて仮想的な脅威から町を守っていた。カールトーンはモントリオールへ防御の監督に行き、 ケベックは副総督のエクトール・テオフィラスド・ドク・ラマシェに委ねられた。モントリオールへ立つ前に、カールトーンは、ケベック司教のジャン・オリビエ・ブリアムを説得して、軍への召集を発することを、町の防御のために指示してほしいと言った。その召集は主に、モントリオールとトロワリビエール近辺で行われた。砲台と共に野営に入る、ノックス1775年の7月。 将軍フィリップス・カイラーは8月末のカナダへの侵攻の土台として砦を使用し始めた。1775年から1776年の冬、ヘンリー・ノックスはタイコンデロガからボストンへの大砲の輸送を指揮していた。大砲はドーチェスターの大地に包囲されたボストンの町と港のイギリス船を見下ろす形で吸い付けられた。これがイギリス軍と 王党派とが翌年の3月に撤退するきっかけとなった。ベネディクト・アーノルドはバルカー島の戦いで再び艦隊を率いイギリス軍の砦奪還の野望をくじく重要な役割を演じた。1777年7月、サラトガ方面作戦でイギリスは大根デロが砦包囲戦の結果一度は砦を取り戻したが、ジョン・バーゴインが10月に降伏してから後に、 取を放棄した。当時、タイコンデロが砦は、軍事上重要な取ではなかったが、ここを攻略したことで、いくつかの大きな結果が得られた。この地域での反逆者への監視が、ケベック、ボストン、後に、ニューヨークのそれぞれのイギリス軍の陸路での連絡や補給が困難になる原因を作り、イギリス軍は、指揮の構造を調整する必要に迫られた。この変化は、アーノルドが、 サンジャンへ向かう途中、カールトンからゲージへの、ケベックの中屯部隊を強化する、胸の手紙を奪ったことにおいて明らかである。北アメリカのイギリス軍の指揮系統は、かつて、シングルコマンダーだったのが二つに分けられ、カールトン総督が、ケベックや、北方の部隊で命令を出しており、一方、イギリス軍の将軍ウィリアム・ハウは、大西洋岸に展開する軍の指揮を取っていた。この方法は、 フレンチ・インディアン戦争時のウルフ、アマースト領将軍の時にはうまく機能したが、独立戦争では、二つの軍の協力体制は、問題含みとなり、1777年のサラトガの戦いで、ハウが明らかに、協定によって決められた北部の戦略を放棄して、南部の指示がなかったバーゴインを置き去りにしたような、そういう失敗もあったのである。アーノルドの左向きの肖像が、 上着の検証に星が二つついている。HB ホール作トリでの攻略の当日からアレンとアーノルドは口論を展開し始めた。お互いができるだけ多くの指揮官たる信用を得ようとしていた。アーノルドはアレンとその兵士たちに指揮官としての権威を示すことができなかったこともあり、日々の出来事と行動、それもアレンに対して批判的かつ軽蔑的な内容のものを 日記につけるようになった。アレンの方も、砦の攻略後直ちに自分の回想録をつけ始めた。何年か、後に、この回想録は出版されたが、この回想録はアーノルドへの言及がことごとく欠けている。アレンは、攻略に関してのいくつかの報告書も執筆しており、ジョン・ブラウンとジェームズ・イーストンが、ニューヨーク、コネチカット、そして、 マサチューセッツの多くの議会や委員会にこれを持ち込んだ。これに関しては研究者によって見方が分かれる。イーストンがマサチューセッツの委員会にこの二人の手になる報告書を持って行ったが、都合のいいことにアーノルドが書いた型を途中で紛失し、アレンの報告書が正規のものとされ、この攻略における英雄とされ、人々の間に広まったという説がある。一方では、 イーストンはどうやらアーノルド自身の指揮に異論を唱えることに関心があったようだと示唆している。イーストンとアーノルドが憎み合っていたのは明らかである。1775年の6月10日、アーノルドが艦隊を率いて湖を航行していた時、アレンとイーストンはクラウンポイントに戻って作戦会議を開いていた。これはどう見ても軍の儀礼に違反していた。また、アーノルドは 自分の指揮下にある兵が駐屯隊を仕切っていたとき、自らの権限を強く主張した。イーストンがアーノルドを侮辱したため、アーノルドが決闘で決着をつけようと言った。後にアーノルドはこう伝えた。イーストンは剣をつけた上に、両方のポケットに、それぞれ弾を込めたピストルのケースを入れていた。紳士らしく、剣を抜くのを跳ねつけたものだから、こっちは思う。 存分やつを蹴飛ばして、ここから出て行けと言ってやったよ。ありがとうございます。